かつお節は一挙1匹の魚に3枚におろして中骨を取って結局背中の節がお節それでお腹が目節いうことで1匹の魚には結局お節が2本と目節が2本取れます。でこれをセットにして一応神社でもお祭りの時にお供えして一応これで子宝に恵まれるようにこれがでもどこの神社でみんなお供えしたらまた買いに来てうちまた終わったらうちで蹴って、まあ、持って帰ってもらうとそういうようになっております。